今日も18分盆栽をいじるという動画を撮りたいと思います。これはですね、とりあえず今何センチだっけ、今11、こっちもかな、ちょもうちょい9、あんまり大きく言っちゃうといけないんで6センチにしたいと思いますね。なんかね、割り合が、ちょっと5って言えっていう感じがあるんですけど、言えないところが。思ったのは、10センチのミニ盆栽にするんであれば、盆栽か、野垣長いか、これをやって、これをね、裏に持っていくと、まあ、普通の作り方、普通の作り方なんですね。それなんですけど、豆盆栽愛好家の私としては、はい、なんとか縮めてですね、これをね、頭にして、この枝を裏枝にして、これを差し枝にするのが、まあ、普通の作り方なんですね。それを順番から言うと、まあ、これが頭で、こっちの方は下にあるんで、これをぐーっと下げて頭にして、これも下ろしていって5センチ間にして、とりあえずで裏枝はないんですけど、まあ目継ぎっていうのもできますし、まあ期待ということも含めて、とりあえず5センチに縮めたいと思います。黒松は5センチ。5センチ。ああ6センチ。6センチ。こっちも6センチ。はい、これはね、とりあえず幹にかけてギューッと潰して6センチに、仕上げられるか、ちょっとこっち時間かかるかもしれないんで、こっちをだから6センチだともう豆じゃないのかもしれないですね、もしかしたら基準が5なんじゃないですか。5か、よく5って聞くのは。ちょっとでもね、多分ここがもうすでに6あると思うんで、 6ないですか、ここ。6ぐらいですね。ここね、もうそれ以上縮まんないんで、まあそうすると絞れないです。絞るってことですね、うん、あ、じゃあ行きましょう、5で、はい、ちょっと私のこの事情でですね電池が、バッテリーを2つしか持ってきてなかったので私もコロナしか早口になってます。そうです、はい、ちょっと途中でもしバッテリー切れた場合はスマホに変わります、はいはい、じゃあここからぐるぐるっと巻いていきましょう。そして土砂降りの予想が出ております。出てますね。2.5 センチのアルミ線ですね。 2.5 センチ、あ、2.5 ミリ慌ててます。あ、いいか、ちょっとだいぶ荒っぽい針金のかけたの。そうか、2本だな、2本。これはだけどもう針金これしかないんで、はい、もう5分で終わらざるを得ない。5分で終わりますか。うん、5分で助かります。はい、そっちは10分合わせて喋って18分と。はい、はい、終わってますね。すでに4分経過してます。お、嘘、本当、はい、あ、いいんです、いいんです、喋りは別なんで今日の設定はあれですね、はい、お昼休み午後から会議という同じ設定で同じ設定です2本目、はい、そうですね、幹を少し畳めば5センチいける気がしますね、うん。さっきこれ頭って言いますよね、はいはいはい、でこれ全体をまずちょっと縮めますね。全体を縮めて小さくする。あ、はい、もうだいぶ小さくなりました。だいぶ小さくなりましたね、うん、5センチでいいですね。5センチでいいですね、はい、ただ形も良くしないといけないんで畳みすぎちゃうよりは。でこれを一応下げてこちら側に、頭でこれがぐーっと下げていけば、これ葉っぱが思いました。葉っぱが思いましたね。葉っぱ切っちゃって葉っぱがダメだな。これどうでしょうか。できた。あ、ちょっと待ってちょっと終わったと言ったらが長いで定評のあります。定評があります。葉っぱが無理ですね、これ。葉っぱがね、ちょっと待って、これで何センチ？これ何センチだ？葉っぱ入れたら 7.5。え？あ、じゃあやっぱりこれ下げなきゃダメなんですよね。まあいいんじゃないかと僕は思っちゃうけど。いいんじゃないかと。じゃあちょっと葉っぱ切って。ちょっと葉っぱ切って。その、せこいって言われて。せこいって言われて。せこい、葉っぱを短くして、ご用まずじゃないですか。ご用まずせこいさあどうだ。あ、ちっちゃい。でもちっちゃいってさあどうだこれはちっちゃい。これはいくつだ。5センチ以下ですね。え、葉っぱがちょうど5センチぐらい。あ、本当やった
じゃあこれで完成完成、はい、5センチとりあえず1本仕上がり。あ、でもいいんじゃないですかこれ、うん、まあそう、まあそれらしく形もいいですよ。うん、それらしくですね、うん、はい、ということで一つ、はい、うん、できました。できました。この釘のあたり、この釘のあたりでいいと思いますね、正面がね。はい、はい、でトータルで18分だから、あとこれを残り10分、はい、残り、何分でしょう、うんうん、10分ぐらい今10分経ちました。じゃあこれいきますね、2本目、はい、多分ね正面はこっちになると思うんで、はい、裏から余計なこと言ってる違いないんだけど、これもやっぱ畳み込む感じですね。畳み込む感じですよね。でも時間もかかんないし真似しやすいですよね、うん、このぐらい素材なら売ってますもんね。うん、そう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 、あの ちょっと買ってきてね10分で作れるってなると、か趣味としても楽しいんじゃないですか。そうですね、お忙しい主婦の方もね、うん、10分で。個人的には、ええ、あんまりサイズに僕はこだわるのはそう、ね、あんまり興味ではないし、あんまりね、どうでもいい話なんですね。でも結構センチ気にするじゃないですか、商品の人って。そうそうですね、気にする人は結構気にします。気にします、気にしますね。基準があるんでしょうね、なんかそうですね。これ1個切っちゃいますね、はい、ここでね、ここからですね。はい、はい、じゃあ、引き続き、はい、お願いします。はい、4K から iPhone の画質に変わりましたが、すごい 4K の良さが伝わるといいな、うん、あ、その違いがね、うん、手ブレ補正は iPhone の方がいいんですよ、こんだけ寄ってても全然手ブレが。ああ、そうなんですか、そういうこともあるんだ。はい、うん、ちょっと参考にできますね、仕事から。お、なんか良くなりますよこれ。うん。もう一本だな、もう一本かけて。はい。この会長がね、海外から来られた方に。そうですね。これがミニ盆栽だってね。さっきね。日本のミニ盆栽を代表するような言い方を。5センチ。ああ、そうですか。この小ささを。これは可愛いんです。ペットです。うん。生産されたんで、はい、もうぜひ一生懸命やんないといけないですよね。ぜひ見ていただきたいですね。うん、YouTube OK? っつってね。2本目の針金を今かけ終えたと。そうですね。3本目かな ?3 本目。はいはい。とにかく畳んでる感じですか。とにかく畳んでますけど、形はちゃんと作ってますね。ちょっと落とすかな、逆に低すぎちゃって。もう一回測ってからでもいいんじゃないですか。あ、そうします。うん、どうでしょう。6センチか、やっぱり6センチ。6センチ、また葉っぱ切るんじゃない。そうそう、やっぱ模様はね、模様の葉っぱ切っちゃう感じ。模様は、あー、でもかっこいいですよこれ。うん、まあ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 、とらわれなくてもね。はいはい、まあ6センチですけど。あら、もう完成？完成で。おお。いきますよ。はい。驚きますよ。驚きますよ。はい。おお。どうでしょう。いいんじゃないですか。ねえ、まんまですよね。枝を畳まる。うん。ここの、ここら辺正面ですかね。ここを足元、まず畳み込んで、で、これを今度、こっちに行って、で、一応先端また、一応曲げてるんで、あの、形は、それとなくできてると思いますね。で、本当はもうちょっとこれ裏枝でこう使いたいんですけどね。そうですね、うん、ちょっと、うん、この枝のね、行き場がちょっと難しいんですよね。うん、本当は裏枝にしちゃってもいいんだけど、あそこですね。葉っぱ入れて6センチ。葉っぱ入れて6センチですね。あ、ごめんなさい。6、あ、まあ、で 6ですね。6でいけそうですよね。うん、6センチ。うん、ただ形が結構ちゃんとできてるんで、まあぼちぼちかなというふうに思います。時間がどうだったんですかね。時間もここで8分なんで、全部で18分ぐらい、ね、18分ぐらい。ただ、喋ってないところはカットしてると思います。そっか、そっかそっか。ああ、そしたらね、ちょっともう一個裏バージョンも作ってみますか、これ。裏バージョン、これを裏に持っていく、どうなるか。ちょっとね、ここが空いてるのが気になるんですよね。はいはい、裏に持っていくバージョンっていうのも、まあ、ちょっと枝がここ出ましたけどね、まだまだ成長して、いろいろ形変わっていくと思うし、あの、ここら辺が降りてきてね、こ
この辺の枝になってくるかもしれない。芽がいっぱいあるんでね、これね、はい、できると思いますんで、とりあえずオフィスの直後のひとときをぜひこのミニ盆栽で楽しんでいただければと買ってはい、ということでですかね。はい、とりあえず今日は、この2本ですかね。ちょっとこっちずるしましたけど、葉っぱで。はい、こんな風に、ね、こんな風にできますよって。いいですね、どっちも。ね、なんかちょっと楽しめる。なんか最近こんな木ばっかり作ってるんで、ぜひ海外の方にも見ていただきたいんですけど。これやっぱ針金がやっぱ太いからちゃんと見えないですけど。ああ、はいはいはい。外した時もっとね。あ、そうですね。針金がね、2.5 センチぐらいのやつを2本で曲げましたけど。でもそこそこ、あのこれなんかも幹太いしね。はいはい。あの、面白い、気になるんじゃないかと思います。で、いいと思います。豆盆栽豆盆栽愛好家の木なんですけどこんな楽しみ方もありますよってことで、今回のこの3本取ったけど、はい、全部あれですね、買ってきてちょっとの手間で、ちょっとの手間で、実際に昨日買ってきて今日、ね、1日で5本作っちゃったわけですから、うん、まあそんな感じで、簡単に作れる。ただ作るにはいろいろと、まあ、構想がね、練って大きいもの小さいものを考えながら作るということですね。はい、はい、ということで、はい、終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとまとめがいい加減だったので